バングラデシュのダッカーに買ってきたぞ。それでその独立戦争の機運を高めて独立したっていう、そういう歴史的な場所ですね。そうです、まあ、ちょうど100周年、1921年なので、今102、103年、あと、これで大切だったんで、また違う意味でも大切だったし、いい年です。だから、ニュース先生っていうのは、毎回大切な人に対しては、大切な人も、反応に行くとしかいい年。ジャイカが関与して日本の援助で作ったというバングラデシュの地下鉄、なんか一気に未来に、この素晴らしい国を運んでくるみたいで、なんか感動しました。感動したな。何日かダッカにいた後だったんで、この地下鉄の持ってる非常に画期的なインパクトがより強く感じられたように思います。